から2戦目、はい、最初はグーじゃんけんポイ、また先行かな、ま行ね、これじゃんけんガチ強いんだけど、ね、強いですね。チャージ&ドロー、ゲージ値払ってバリーコールします。はい、プラス1されると。じゃあそのコールにキャストします。はい、何でしょう。ゲージを3個貯めさせてください。はい、貯めるやつですね。目標止水です。はい。はい。ライフ1払ってドラゴナックル。ドラゴナックル。はい。結構強いですね、このデッキ、俺のデッキも。はい。出して、で、ドラゴナックルでアタック。はい、アタックですか。はい。じゃあキャストいいですか。はい。アイテム粉砕の術、はい、マジか。2コストを払うとですね、相手のアイテムを破壊します。アタックも無効になりますか。無効ですね、 なくなるんでなりました。はい、ってことはアタック時にバランスとか破壊とか起きたらアタックはなくなる、なくなります、感じなんですね、バタイアイテム。分かりました。で、1回までね、1回終わっちゃいましたね。あ、かなり痛い。これはチャージを使うデッキなんだ。そうですね、ドロー。チャージっていうんだっけ、ゲージですね。ゲージだ。ゲージを、ゲージ。じゃあチャージ&ドローします。チコースト、またあの剣を、はい、出します。維持コストがある強力な剣ですね。剣ですね。こいつをバディーコール、ライフを1点回復したいですね。なんかこれをバディにした理由は何かあるんですか。いや、バディは別に何になってよかったっちゃよかったんですけど。そうなんですか。まあ、比較的集めやすいから古文なんで、はい5枚を集めなきゃいけないっていうのがあるんで、 そうですね、そこを考えるとやっぱこれが一番無難じゃあ特に意味はないってことですね。特に意味はないですね、はい、悲しいですね。そうですね、チコースト、はい、忍びの剣神モード、はい、チコーストがいっぱい入ってる、はい、剣神は月影が墓地に落ちないんで、まあ、打撃力は2のまんまですね。落ちてれば打撃力はプラス1されるということですね。なるほど、そういう効果、はい、あります、はい、じゃあいきます。なるほどね。2点センターでアタックフェーズ入りますけども、そちら移動がありますけど。ああ、移動しないです。しないですか、はい。じゃあ2点。受けます。はい。はい。じゃあ3点。モリッと受けます。モリッと。はい、そちらは2点。2点。瀕死です。終わりです。んドロチャージ&ドロー。これでも コスト足りてます、じゃあジャックナイフの効果、はい、ゲージ2を払い、デッキを見ますと、デッキを見ます、はい、4点のアグレッサー、はい、じゃあコールコスト、はい、じゃあさ、コールしたのに、はい、キャストしちゃいます。はい、何が起きる。ライフ1点払うとですね、相手のバラモンサーをレストします。おお、はい、寝かします。強い、はい、じゃあライフ1点だけ、はい、4点が1に変わるならそうですね、はい、美味しいことはない。すごいトリッキーですね。トリッキーですね。やばいな、やばいですね。ちょっとライフコスト払って、ライフコスト払って形状貯める、死ぬんじゃないかな。大丈夫かな。2点ですね。そうしよう、はい、2点、ね、いきます。はい、でゲージを貯めるという効果になります。ああ迷うけど、こっちは潰せんのか。でも2点、うん、でもちょっと日和日和ます、日和った、はい、します。はい、エンド。じゃあスタンドします。ドロー、はい、チャージ反応ドロー。ああ、バディハード面白い。こいつコールします。はい、これ1点飛ばすやつ。1点飛ばすやつじゃないですね。じゃないですね。はい、このままだとね。なるほど。手札の交換効果。手札の忍法を捨てて、なるほど、まあ、ゲージを1コスト払って、はい、手札1枚忍法を捨てると2枚ドローしますね。はい、1枚捨てて2枚ドローだから、はい、じゃないですね。あ、低い、はい、低いということですね。こいつに変えると、変えると、はい、でこいつは噂のレストすると、はい、1点ダメージで、やばい、もう後がない、やばい。ではアタックフェーズ入ります。はい、まず移動を宣言するんだけど、ね、移動します。アタックフェーズ開始に移動を宣言します、はい、じゃあ
6000でまず。なるほど、はい、カウンター6000バンプです。6000バンプ、はい、8000の抵抗力になりました。はい、はい、ないですね。それはうまくね。じゃあ4000で倒しに行きたいですね。はい、拾いました、はい、じゃあ2点、受けた、受けた終わりましたここを止められたのが痛かったです ですね。チャンネル登録、ツイッターのフォローよろしくお願いします。